すいません、皆さんおはようございます。はい、この写真をいただきました。今頃事務所の方に飾らせていただこうと思ってます。ありがとうございます。今ちょうど選挙を行われております。皆さんご存知のようにあと4日ほどの、期間しかありませんので、今日はちょっともう簡潔に、お願いをさせていただこうと思ってご挨拶いただきました。掲示板の、最初、2020年に当選を果たして以来、4年間の間最初の3年というのは、主には、新型コロナウイルス、感染症の影響を大きく受けました。市民生活にも大変甚大な被害を及ぼしたかと思います。そういった中で主には国から降りてくる支援のメニューになりますが、コロナワクチンの接種、そして、10万円の給付、また本市独自で言いますと、事業者支援、そして感染防止対策などですね、そういったものを、しっかり市民の皆様に、いかに迅速にまた、効率的に展開するかというような、そういった議論を、議会や委員会を通し、行ってまいりました。また、富山市で働く皆様、子育てをする皆様、そして老後を謳歌していただけるような、高齢者の皆様に、対してですね、しっかりとこの市のまちづくりというものを、皆様の声をお聞きしてしっかり進めていきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも、この4月7日の投票の際には和田俊介とお名前を書いて、票を投じていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お昼のひととき大変、大きな声で失礼いたしました。ありがとうございました。